インストトーールののいいいらなフフリーソフトの使い方を説明しますここでは、気象予報という天気予報ソフトを例にとって説明したいと思います、えー。Google で検索をかけます。この中にですね、ベクターソフトを探すというのに気象予報がありました。ここからダウンロード。えー、こっちダウンロードはこちらというところですねで。下のダウンロードというところをクリックします。 するとブラウザの下のところですね、ここにどうするか出てくるので保存をクリック。このくらいだともうすぐにダウンロードが終わります。ダウンロードしたフォルダを開きます。この中から weather.zip というファイルを見つけて、そのファイル上で右クリックしすべて展開をクリックします。 この機能は Windows の標準搭載機能なのでどの Windows マシンにでもありますこのようなダイアログボックスが出てきますのでクリックしますとファイルが展開されてそのフォルダが開きますこの中に2つ実行ファイルがあるんですが、えー、これは Windows が 64bit 版なので ウェザー6 4イグゼというファイルをダブルクリックします。はい、するとですね、気象予報が起動しました。なお、拡張子が表示するよう設定してないと、ウェザー64とだけ表示されます。次は使いやすいようにデスクトップにショートカットを作成します。ウェザー6 4イグゼを選択して、 右ククリックしますここの中の「送る」をポイントしてデスクトップにショートカット作成をクリックすると左上に Weather64 のショートカットができました次回からはこれをダブルクリックすると起動します次に Windows の起動と同時に動くようにスタートアップにこのショートカットを入れてみたいと思います エクスプローラーを開いて C ドライブユーザー、自分のユーザーネームですね。次はね。はい。a p p データローミング、マイクロソフト、ちょっと待ってますね。windows。で、ここにスタートメニューがあって、プログラムの中に スタートアップかなり深いところにあるんですねここにこのショートカットをコピーするとここで動くようになりますここまでの方法はすべてデフォルトのフォルダで行っています次は2位のフォルダに入れる方法について説明します 最初、ベクターのダウンロードのページに行くのは、先ほどまでのやり方と同じです。ダウンロードはこちらで、このダウンロードページへ。ということで、今すぐダウンロード、これをクリックします。はい。と、下に出てきた、今度これですね。保存ではなくて、矢印のところをクリックして、名前をつけて保存をクリックします。 このように保存場所が出てくるので、はいこれ今デスクトップになっています。私よくデスクトップを使うので、デスクトップに保存します。えー、これで保存ですね。えー、はい、今で、現れましたね、上の方に。えー、とこれがですね、機象予報の、えー、ダウンロードしたファイルです。今ちょっとこれ邪魔なので、閉じます。えー、じゃあ、これを次に展開します。これも先ほどと同じように、 右クリックすべて展開で、これはこのデスクトップ上展開していいですね。えー、展開させると、はい、右上にフォルダが、えー、出てきました。えー、これのですね、これですね。えー、これをですね、どこに入れるか、どこでもいいんですけど、今回 C ドライブに入れてみます。えー、他のドライブでももちろん大丈夫です。えー、切り取って貼り付けて、移動ですね。 はい、開いて、えー、ウェザー64をダブルクリックすると、起、えー、上予報が、はい、このようにですね、起動します。で、えー、あとはこれをデスクトップにですね、まず、えー、ショートカット、右クリック、送る、デスクトップにショートカット作成。はい、これで、 デスクトップにショートカットができました。次は拡張子ですね。拡張子の表示と、それから隠しファイルについて見ていきます。最初は拡張子です。えー、今ね、こちら先ほどのウェザー h e、えー、気象予報のフォルダを回答して、えー、中のフォルダを見てみます。えー、そうすると、今これ拡張子表示しないになっているので、 えー、拡張子というね、ドット以下が現れていません。わかりますかここ。weather64.exe.exe がありません。えー、ここの拡張ファイル拡張子にチェックを入れると、このように、えー、weather64.exe というふうに出ます。次にですね、隠しファイルの表示の仕方です。 えー、C ドライブユーザーの中を見てみましょう。えー、開いてユーザーですね、えー。そしてユーザー名をクリックすると APP データっていうのがないんです。で、表示をクリックして今度隠しファイルチェック入れると、はい、APP データ出ました。これで隠しファイルが表示されるようになります。 今回は以上で終わりです。次回をお楽しみに。